始まりました。アプカミ。今回のお相手は、アンジュルムの川村彩乃と、アンジュルムの橋底凛です。ハロープロジェクトのメンバーが、毎回交代で進行していくこの番組。アップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。普段は見えない部分を、このチャンネル限定で公開していくので、たっぷり楽しんでください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど、制作の過程をお届けしていきます。それではまず MC2 人の裏側に迫っていこうと思います。はい、最近はハロープロジェクトのコンサートをアンジュルムはこう半分に分けて回ってるんですけど、うん、私たちのチームは上國料さんと笠原さんと私と、リンちゃん、そして為永しおんちゃんの5人で回っているんですけど、上國料さんが歌の先生になってくれるんですよ。あの橋底凛ちゃんと為永しおんちゃんにそのハロープロジェクトのコンサートで歌う楽曲にあのこう細かくね、ここはこう歌った方がいいよとか、本当にボイトレをそうです、ね、もう1時間ぐらいですかね、たっぷりと、はい、あのやってくれてるんですけど、その風景というかその、 あのボイトレしている姿を見て、私もあ、ここの音はもう少し伸ばして歌ってみようとか、ここはもうちょっとリズムをとか、こう、りんちゃんとしおんちゃんがこう教えてもらっているのに、こう、こっそり私もこう、耳をね、聞いてこう、勉強しています。本当に上國料さんはね、こう、うん、歌をね、教えるのが上手で。本当に分かりやすいです。うん、本当に分かりやすくて、こう、実践しやすいというか、このステージに向けて、今日はこういうことやってみよう、ああいうことやってみようっていうのが、こう、いろいろ挑戦できるので、いつもたくさん教えていただき、ありがとうございますって感じです。みーちゃんは？私はですね、あの年末のコンサートの時に、うん、こう全曲で出はけが多い曲があったんですけど、うん、私の袖には私と同じパートの人が私以外いなくって、すごい迷子になりながら乗り越えました。いや本当にあの年末のコンサートの全曲が本当に今までにないぐらいのこうみんながステージに出てすぐはけるみたいな、もうずっとこうジェットコースターに乗ってる気分になるぐらいこう出て吐ける出て吐ける次はあっちみたいな、本当にそれでみんなね、はい、わあっちだ、うん、あっちだってこうなんかこう いつもとは違う感じで移動が多くて新鮮だったんですけど、それもねなんか楽しかったなと、はい、思います。ということで今回のアップカミ、まずはこちらから。ギューされたいだけなのにダンスレッスン、モーニング娘。20のニューシングルから9歳代だけなのにのダンスレッスンの様子をご覧ください。タイトル通り意外とシンプルにまずこうギューッとされたいってことを表現しているのと、あとこう歌詞のツンデレ具合が意外とこの歌詞の中に盛り込まれていると思っていて、そのキスをあげないよっていうその振りの中にも込めてるんですけど、そういうものが要素に取り込まれて、あのイントロとまあアウトロなんですけど、もうこう、まあ、これ結構首一つでこの雰囲気が変わってくるんですけども、その相手に対しての気持ちをもうちょっと意外とここの首の角度に込めております。
動してもらって、はい、アップダウン、アップダウン、レッドマン、うん、はい、はい、そう、これをもうちょっと綺麗にね、せーの、透明のキス、アップダウン、アップ、綺麗にパシッ、ダッ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 、アップダウン、こう書いてあったら前、こっちは横ね、横、上、横、いい、いいか、で移動します。透明、面面面面、透明の基数が低くなるよ。はい。パー、はい、セックス。透明の基数が高くて。ひねる、ひねる、ひねるパyou
人的に難しかったところは、なんか回す振り付け、今回こういう回す振り付けが多いので、なんかこの辺を柔らかくした方がいいのかなって思って、そこをちょっともうちょっと見られ方を研究していきたいなって思いました。あとはうさぎちゃんシンドロームっていうところがあるので、そこがこうバシッと決められるようにしたいなって思いました。なんかダンスのイントロとアウトロにあるこう首の上げるやつを、あのライブで見た時にすごいかっこいいなっていう印象が強くて、なんでその振りに込められた意味とかも知ってすごい驚き。いや本当になんかこう一つ一ついろんな意味が込められてて、あと私はあの感想とか、まあ全部通してそうなんですけど、やっぱ座って立っての、その動きが多いなと思って、感想なんてもう全部お尻もつけてこう、コロコロ回ってるじゃないですか。はい、あれって本当に、本番靴、ヒールとか履いてやると、本当に起き上がったりするのが大変だと思うんですよ。でもこのコンサートとかでこう披露している姿を見て、皆さん本当にもうかっこよくて、いや、さすがだなと思いました。はい、以上、キューされたいだけなのにダンスレッスンでした。おかえり。続いてはこちらです。アプカミメンバーニュース、複数回にわたってお届けする新コーナーです。それではご覧ください。新コーナー、アプカミメンバーニュースです。このコーナーでは私たちの活動を振り返り、気になった項目についてトークしていこうというコーナーです。今回は主に私たち3人が所属するグループの活動を書いてあります。いやでも楽しそうだな。楽しかったです。インターネットサイト楽しいよね、はい、そう、あ、なんか初めての試みだったじゃないですか、なんか、今年、なんか新しかったし楽しかったし、楽しかった、もう一回やりたいもん。もう一回やりたい、クリスマス行きますか。12月だね。12月といえばなんでね。クリスマスイベントに行きましょうか。それぞれクリスマスイベントやってますね。やってますね。私たちは川口で。川口、衣装はどんな感じだったんですか。どんな感じだったっけ。思い出して、自分。なんかドレッシーでした、私たちは。あ、そこまで重たくないけど、上品に、それぞれ上品に。白。うん、赤緑とか色結構分かれて、やっぱ赤緑ですね。ね、クリスマスカラー。ユニット曲もやって、そのユニットの、曲の、バー位置とかステージングとかも自分たちで考えたんですよ。そうで、私たちは小田さんと野中さんと羽賀さんと一緒に4人で、ミディアムテンポの少しゆったりした曲をやったんですけど、なんかチームワーク良すぎて、そう。すごいなんかバランス良かったなって自分でめっちゃ思ってます。楽しかった。なんかそうだね、人数多いといろんな組み合わせがあるもんね。そう。それもなんか年功序列の半分に分かれて、はい、でそれぞれ番号決めるんですよ。で、そう。だから7人7人になるから、じゃあ私2番ね。私5番あるから、私7番でっていうの決めて、同じ番号の人で組む。へー、面白い。でそっからなんかじゃんけんしてみたいな、すごいなんかね、特殊な組み合わせの仕方をしたんだけど、そう、こういうファンクラブのイベントだからこそできる自由さみたいなのは、そうありましたね。そうですね、私たちも結構バラバラで、衣装が結構バラバラで、ミニスカートの人もいれば、こうなんか結構スーツみたいな、パキッとしてる人もいればっていう感じで、それぞれに合ってたなって思うんですけど、コーナーとして、メンバーがメンバーに何を歌ってほしいっていうリクエストコーナーみたいなのがあったんですよ。もうそれが本当に楽しくて、私稲葉もなかさんから、シンデレラコンプレックスを、ダンスナンバーだけどボイパを使ってやってほしいのがあって、ボイパはうまくいったんですよ。ボイパはうまくいったの？サビでですね、ひっくり返ったんですね、私。裏声、あ、
ってなっちゃったんですよ。でその後に私がシンデレラコンプレスドンドンドンに合わせて、うん、ちょっとなんか変な動きをしちゃった。そしたらあの松永リアイちゃんがずっとそれでツボってなんかツボってそうすごいそういう笑いが多かったですね。私はというか椿はあの胸キュンゼリフをやりましたね。それがめちゃめちゃ印象に残ってます。椿っぽい。なんか1年に2回ぐらいはなんかみんなで胸キュンセリフしてる気がします。椿は。一番良かったのは、一番良かったのなんだろうな。でもやっぱりあの新沼紀空ちゃんとかは上手でしたね。ないんだ、うん、なんかその自分のセリフとかも自分で考えて、うん、あの言うんだけど、うん、そのセリフを考えるのがすごく上手だった。その言葉がアイドルしてるね。しもてみなちゃんもなんかもう全力でやるっていうか、ボケに走ってるわけじゃなくて、あ、うん、あ、ボケ走ってない本気でやる あ、そうなんだ。全員本気で挑みます。岸本の見てみたいな。絶対面白いだろうな。ね、なんか全員の見てみたいよね。でもあのザ・バラットとかは、うん、12月2日の武道館。そうですね、夏からもう秋までやって、うん、それで武道館でもやって、うん、ベストセレクションでもやってみたいな感じで、うん、すっごい長く続いた。長かった。2020年下半期はバラードの年だったのね。ディレクターさんとかも、うん、このバラッドを通してみんなが上手くなったっていうのを言ってて、すっごい嬉しくなったし、うん、普段はソロの、うん、なんだろう、パートでしか聴けないメンバーとかも、うんうん、こう一曲を通して全部聴けるっていうのがもう何回も言ってると思うんですけど、本当にまあ、ファンの皆さんにとっても私たちにとっても新たな発見があったから、うん、こういうのもたまにはいいなって思いますよね。確かにこの年にしかできなかったことかもしれないしね。なんか今回のこの12月の武道館はハロープロジェクトの曲だけで構成したじゃないですか、うんうんうん、なんかそのこれまでの自分たちだったらこの歌って全員で歌ったらなかなか揃わないよねって部分が割とすんなり揃ったりするんですよ、うん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 、なんかそういうところで、あ、おのおので今年頑張ってきたんだな感がすごい感じられた公演でしたね。私は H2O さんの思い出がいっぱいっていう曲とか、うんうん、あとスローモーション、中村明さんのスローモーションとかね、私あれの印象が強い、あのセーラー服と感じる。あ、その時の山岸がどうしてもネガポジポジの時の山岸ね、毎回言われるの。そう、一緒の公演が一緒になった時もね、うん、それ MC で言ってたし、そう、そんなね、そういう感じ。そういう感じだった。でも私あの名残雪を歌わせていただいたんですけど、うんうん、名残雪を歌う回数がとっても少なかったんですよ。あ、でもそういうのあるかも。あった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 、うん、曲だけ。そういう曲ありますよね。あ、私もあのただ泣きたくなるの私1回しか歌ってない、うん、1回ですか。そう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 、そのやっぱ同じ曲を持ってるメンバーがいるじゃない、うん、いますね。だからそのだ、ね、組み合わせで、うんうん、あのなかなか歌えなかったりっていうのもあるんですよ、それぞれメンバーで。あった。そうそうそう、私もあなたに会えてよかったっていう曲を、うんうんうん、そんな歌わなかった。日本語どうした？ 2、3回ぐらいしか、2回ぐらいかなしか歌ってなかったですね。うん、でも今回キーとかをそれぞれに合わせたじゃないですか、うんうんうん、全然違う歌に聞こえませんでした。違う違う違う、びっくりしたもんな。私海の声だとか、うんうん、あの平井美宇ちゃんはキーを下げて歌って、うんうん、下げて下げて、私より低かった。4個上げてたのに。あ、上げて、確か平井ちゃんはそう、あ、そうなんだ。あの原曲から4個上げてたんですけど、私7個上げたんですよ。それはね、全然違う聞こえ方になる、うん、そう、面白いね。それは面白かった、確かに、うん、楽屋で、うん、あの松永理愛ちゃんと稲葉真奈さんとずっとなんかこうシュッシュッ、うん、本当ないっすか。聞くのそれ。あー、でもなんか燃えてるなって感じ。燃えてるね。あなたの頑張ってる姿、私は結構好きだな。アンジュルムの川村彩乃とアンジュルムの橋底凛がお送りしているアプカミ、続いてはこちらです。
アンジュルムミラーミラーボーカルレコーディング。アンジュルムのニューシングルからミラーミラー佐々木理香子のボーカルレコーディングの様子をご覧ください。じゃあまあ撮っていきましょうかね。はい、はい、お願いします。まとわりつく退屈から逃れたくてここは来たの。スピンのまま勝負しなよ、簡単に見せてあげないよ。かっこいいやないの。かっこいいよ。いやいいよ、もっとかっこよくする、はい、なもあのそうやな、だから軽く似合って笑ってるぐらい多分いいと思う。似合う、うん、はい、あのニコーじゃなくて、ね、あいいね、そんな感じそんな感じ。OK 行ってみよう。はい、お願いします。まとわりつく退屈から逃れたくてここは来たの。スピンのまま勝負しなよ、簡単に見せてあげないよ。そうかな、いやそれはそれで全然かっこいい。いもうちょっとだけ、今の歌い方全然構わへんねんけど、はい、もうちょっとだけリズムが見えるといいかなって感じ。はい、うん、分かりました。まとわりつく退屈から逃れたくてここは来たの。スピンのまま勝負しなよ、簡単に見せてあげないよ。イエス、いいじゃないの。 OK、はい、じゃあ2番いってみよう。はい。音楽も視線も言葉も遠に過ぎていってしまうの。メイクとか褒めてもらってもなんて返せば感じがいいかな。いやもうバッチリいい感じです。リズムも結構ガッツリタイトルにいっちゃっていいです。はい、うん、もう一回いってみよう。音楽も視線も言葉も遠に過ぎていってしまうの。メイクとか褒めてもらってもなんて返せば感じがいいかな。 OK。 メイクとか褒めてもらってもなんて返せば感じがいいかな。私やっぱり嫌な子だ、かなりやばい、自信ない。あ、いい感じいい感じ。なんか全然なんか何も全然いいやんか。なんで、なんでこれわかるの。でいいよ、もう一本だけ取っときます。はい。なんて返せば感じがいいかな。私やっぱり嫌な子だ、かなりやばい、自信ない。わかってるしだけど。はい、OK。 はい。わかってるしだけど、この世で一番注目されたい、ほっといてほしい、心はいつも正反対。ちょっぴりの好き、めちゃくちゃ不安、みなみな裏と表。でも全体的な感じは全然いいよ、こんな感じでいい。ミラ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 って、ミラうんミラうんって、ちょっとそこで一回休む感じをしっかり入れるといいかな。はい。だけどこの世で一番注目されたい、ほっといてほしい、心はいつも正反対。ちょっぴりの好き、めちゃくちゃ不安、みんなみんな裏と表。全部全部渡したよ、オッケー。お願いします。唱えて
一人鏡よ鏡マスから落ちてるちょっぴりの好きめちゃくちゃ不安みんなみんなねわかるでしょえっ、ー、とねえのタイミングだけど、はい、今ね16分遅いのかなそうみんなみんなねそう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 はいすいません唱えて一人鏡よ鏡ここはさ今まで歌って感じね、はい、マスカラ落ちてるここはあんまり切らないイメージここだけペタッマスカラ落ちてる、はい、でいいですはい唱えて一人鏡よ鏡マスカラ落ちてるちょっぴりの好きめちゃくちゃ不安みんなみんなねわかるでしょ以上でございますはい、はい、お疲れ様でしたありがとうございました今佐々木さんのボーカルレコーディングの様子を見たんですけど、うん、なんか歌ってる時にすごい眉毛がすごい上がったり下がったりっていう表情筋がすごい使えていて、うん、なんかすごいなって思いましたいや本当に佐々木さんのレコーディングはいつ見ても顔の表情がすごい豊かで、うん、あとはやっぱ今回見てて本当にダンスを踊ってるように歌ってらっしゃってこのリズム感とかが本当にライブでこうパフォーマンスしてるみたいな顔だったりこう、ね、こう決めてたりとか自然とこう歌についてくるっていうのがもうさすがに本当にかっこいいなとこの歌からね、うん、ノリノリな感じが伝わってきました以上アンジュルムミラーミラー佐々木麗華子のボーカルレコーディングでしたどんな時でも応援してるよ頑張れ川村彩乃と橋作凛がお送りしてきたアップカミお別れの時間となりましたそうですね今回はモーニング娘。20のギューされたいだけなのにを聞いたんですけど、うん、ダンスレッスンを見たんですけど、うん、なんか他のグループのダンスレッスンを見ることってあまりないので、うん、なんかすごい貴重な時間だったしやっぱりそれぞれのダンスについた意味とかもこう聞いて、うん、あそういう意味の振り付けだったんだとかすごい驚かされました、うん、私はですね佐々木麗華子さんのレコーディングしている時の表情筋だったり、うん、眉毛が本当に好きだなって改めて感じた今回でしたここでお知らせですハロープロジェクトのメンバーが参加する YouTube チャンネル君に伝えたい物語の3次募集が始まりました胸キュンラブストーリーほっこり恋愛エピソード大募集採用された物語はメンバーの朗読動画となって公開されますぜひ視聴とチャンネル登録をよろしくお願いします朗読動画のほか、様々な展開を企画中です。あなたの素敵な物語、お待ちしております。アップカミでは、アップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段は見えない部分をご紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回のアップカミ、お相手はアンジュルムの川村彩乃と、アンジュルムの橋迫凛でした。さようなら。